商品レビュー専門。今日はコーションイーチの G9000。ゲーミングヘッドセットですね。これ前にも説明しただろう。う同じ型番でもある程度更新されてますね。それ今回、聞いた時の音質を重点的にレビューしてみます。本体はこちらですね。調整要素。ヘッドバンドの長さです。この部分、メタリックで綺麗ですよね。クローンパースっていうのかな。それヘッドホン、前回と変わらず 40mm ですね。 非常に繊細な音を聞けます。あと手元のボリュームコントロール。これアナログ式ですので、いい音で聞く場合、こちらは最大にしといてください。とっさに音を避けたい。そういう時だけ使ってください。普段は最大がいいですね。適切な音量調整、再生プレイヤー側で行ってください。マイクは折りたたみ式ですね。使いたい時だけ出すことができる。あとは USB のイルミネーションついてますね。これ USB はイルミネーションだけですね。音には全く影響を与えません。 あと、USB だけ挿しても音は出ないですね。これは注意してください。イルミネーション、控えめですね。クールな青色そう。イヤーパッドの後ろだけですね。マイクの先端は光らない。あと、音。クラシックの音がこもらないですね。まあ、私、こういうヘッドホン聞くときに、クラシック音楽、基準にしてるんですよね。一番わかりやすいんですよ。同時に音が入る。そういう録音をされると、音ってこもりやすいんですよね。それポピュラー音楽とかは、れぞれの音。 干渉しないようにミキシングされてますので、非常にこもりにくい。でもクラシッシュ音楽、同時に出してますから、楽器同士の干渉、激しいんですよね。そういう場合に、いいヘッドホンほど、音が混ざり合っても濁らない。そういう利点があるんですよね。このヘッドホン、濁らないですね。まあ、ハイエンドのものと比べると、それは濁りますよ。ゲーミングヘッドセットにしては、音がこもらない。あとドラムとかベース、気持ちよく響きますね。帯域低音と高音を上げてますね。 ま、これはゲーミングヘッドセットだから仕方ないですね。こうしないとゲーミングヘッドホンじゃないですからね。音の迫力、爆発音とかありますよ。最後にこのヘッドホンで録音してみます。それこのヘッドホン、スマホ接続型ですね。4曲端子です。スマホに接続して音を録音します。今、スマホで録音してますね。こんな音で録音されてます。結構いい感じで入るんじゃないですかね。大きな音で入る。まあ、おきな音で入れば後でエフェクトかけたりとかボリューム上げたりする必要はないですからね。 というか、そういうことを意識せずに、普通に編集して、普通にアップロード。または、録画したものをそのままアップロード。できちゃいますからね。だから、このヘッドホンで録音すれば、何も音とか加工する必要なしに、アップロードすることができます。非常に鮮明なのかなと思いますね。音声は4極プラグ。それと、イルミネーション用の USB 電源。端子はこの2つですね。音に関する部分、この USB 関係ないです。この4極ジャックの方で、音の入出力。 全て行います。いい音のゲーミングヘッドセットを探してる人。スマホ用のヘッドセットで、いい音のものを探してる人。そういう人におすすめなのが、コーションイーチの G9000。ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門でした。